おー疾風自在我に敵なし。いや我らが上にシーバーの道は光り輝くように通ず、400年の時を超え熱き炎で心を穿らす。今こそ受け取れ我らの思い、生きる言葉に戦おうぞ。その夢叶う、その日まで皆の者、名乗りを上げよう。一人じゃ非力でも皆と共に乗り越えて参ろう。陣笠隊15、富山に帰ったこの足でいち早く伝令をつなぐ陣笠隊助け。ある築城の神髄は戦わずして心を砕く、わしが知的使命上にしかいとさか天下太平の礎なり、我こそは日頃から加藤清正なり。はぁ、天下太平の礎を築きし初代江戸幕府将軍、皆の者、またそのわしが尾張名古屋海軍の徳川家康。はぁ、いらっしゃい。わしが誰だかわかるかね。御三の霧にこの笑顔、負け戦なりません。何でも心持ち次第ではね。わしは豊臣秀吉。我ら名古屋おもてなし武将隊、いざ参る。これよりは織田幕府の演武の時にございます。さあ、してこれよりは内装はえらい熱い帰国になってまいります。もしこの演武観覧中、お水を遠慮なくどんどん飲んでくださいませ。もし体調悪くなってしまいましたら、こちらの方に木陰も行さんございます。そちらにてどうぞお休みになってくださいませ。決してご無理のなさらぬよう観覧をお願いいたします。そしてこれよりは我らの演舞、皆様にはただ見るだけではなく心をもののくにして盛り上がっていただきたい。タスケさん、そのすべを皆さんに教えてやってちょう。それは勝ちの気でござる。勝ちの気は右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度拳を上げる戦勝祈願にござる。皆様方にはこのエイエイオーの動きを共にやっていただきたいので、早速やってまいりましょうと。皆様方、拳を掲げて、どちらの方からアイドルで後ろの方で見えんかなとは、よろしければ移動してちょうどよ。あっちの方も開いておりますからな。それでは参りますぞ。皆の者、八だけじゃストレー、エイエイオーエイエイオーエイエイオー。名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし物を復讐だ。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なりその暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国ルート何も変わりません。故に刀が蘇る。徳川殿、ここはどこじゃ。戦場にござる。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。両政はここは長城か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。昼の国、平和の山の合戦場にございます。あおか面白い皆の者の出陣じゃ。おお勇猛なること虎のごとし、忠義を尽くし戦い続けた猛将は後世軍神と謳われた。以後熊本藩主加藤清正。己がなすべきことをなせ、唯一無敵、二度合憲、この道は意味しろ。ありこそが加藤清正なり。はあ、不況を越え、あまたの大戦を駆け抜ける。
真の戦国覇者にして名古屋城築城者徳川家康。皆皆我が名古屋城へ様子とたほれ互いに喜ぼうぞ手拍子じゃ。それ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 矢を引くまるぞ。それ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 今度は小さく、それ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 大きく、それそれそれ最後は大きな拍手じゃ。それが良い、この手前どうだ。ここで大きな拍手が。天下太平を築き初代江戸幕府将軍皆の者、待たせたのわしが名古屋城築城者徳川家康。はぁ、転んでも立ち上がる、倒れてもくじけない、泥にまみれ抗い続けてたどり着いたは天下人、太閤豊臣秀吉。皆衆こんにちは。じゃあわしには手振ってちょー、手振ってちょー。ああこたびはな、いやいや暖かいな、ありがとうな。みんなさ、お主が振ったら始めよう。このメガネをかけたお主、お主だ男後ろのお主しかおらん。よーしよし、押してまいるぜーっとだっなんてやってお、おれあかあぶぜーおおぜーっとおあえあおおあおぜーっとあわしの勝ち。よろしゅー、辛い時こそ下向いとっちゃいかんね。前向いて笑っていとうよ。この秀吉が日の元をパーッと明るくしたるわい。戦国一の女性がしら豊臣秀吉。ああ、皆の者、勝利の間際じゃ貸しとけおいよ。はっ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ちと騎士は、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー我らはここに蘇り、我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。一緒に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇り、どんなことが起こったとしても、共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋をもてなし武装隊参る。
さあございまして、改めまして我らは名古屋おもてなし武将隊、我らはこの尾張名古屋を世界一の観光都市とすべく日々戦をしておりまする400年前よりをよみがえりし物の風習がでござる。で、現地によみがえりはテレビのレギュラー番組であったり SNS などを活用して、この尾張の魅力、そして歴史なども皆様方に伝えておりまする上、ぜひとも後から名古屋おもてなし武将隊と検索してくださいませ。そして我らは伝えた危機はこれだけではござら、今は名古屋城でも良い模様をしやってるわな。こたびはゴールデンウィーク、そしてその間、この名古屋城では名古屋城春祭りを催しております。その見どころは数々ございますが、中でも限定公開となっている高難炭焼屋、この祭りの折にしか中に入ることのできない貴重な体験ができるひとときにございます。さてさて、助け、はっ、そして十分よ、はっ、琴の歌、はっ、なるがよい。では武将様方よろしいですか。ではどうぞ。おーい、あーっと、あっ、拍手じゃー。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃった。さあ、我らの演舞、改めていかがであったのか。ケレ様、拙者も服部殿になれ聞いてみたきでござりまする。あ、はっ、皆の衆、この度、我らのこと初めて見たよ、ちものどれくらいあるかな、手挙げてみてちょう。ありゃありゃ、結構多いですな。しかしながら、かえってこの木に、これまたこのこの場にて出会えたっけっていうことになります。おはようございます。もうその話はいたしたではないか。どういたしたのじゃ。そうじゃっけ。それを、さりながら清正が申す通り、これは良き機会であるということじゃな。我ら名古屋もてなし武将隊および徳川家康と服部半蔵忍者隊、忍びの者たちもいぞ参れ、この地の良きところを大発信しておるということじゃ。まだまだそうじゃな、認知度は足らんが、しかしそれ以上に出会った者たちはひとたび見れば忘れられる、そんな存在であると心より信じておるというわけじゃ。何も心に残すばかりではない、お主たちの手元のからくりにて記録としても残そうではないか。どうじゃ加藤清正。あっぱれでござりまする。作戦がさすがはとてもお願いいたします。ありがとうございます。ということで太鼓でよろしく頼みます。では写真撮影の儀、いざ。おー、熱熱熱熱からくり構えていちゃうよ。ああ、我らのこの鎧兜の姿というのはの、明日の子供の日、それのための限定じゃ。さあ、皆々、しかと取っておくられると。さあ、続いては、南西方向じゃな、南西方向。我らのこの姿だけはの、特に男の子であるわな、子供の健やかなることを祈って、そして我らの戦国武将が活躍した姿をなぞって、我らの姿の格好をするというのが誠の始まりじゃな、加藤清正。いつ、さようにございます。あ、ずっ、いつ、さあ、ひとつ、芝居じゃ、うん、さんじゃ。さあ、ということで、最後、こちら方、ああ、よく西日に耐えてくれたわの、ほとんど見えんじゃろ、わしらの姿は。いつ、よつ、三つ、二つ、一つ、しまいじゃ。ありがとう、三人だ。皆さんも大気であった。大気であった。では、この後は服部半蔵忍者隊前、そして主たちの動きは16時までおもてなしを称し、写しを共に撮りたい者は我らに言ってくれ。よろしゅう、お頼み申す。写真を撮りたい者は忍者を探すがよい。忍者隊、大気であった。三、はっ。
して本日はの加藤清正が作った町、この日の本の中でも九州は熊本の民も来ておってな、おお主に会えるのを心待ちにしておったと。申す者もおそらくこの中におる。そして日の本中の民が今日は集うてやる。何か一言書かせてやればいい。ああ誠に嬉しゅうござりまする。あわし加藤清正は皆の衆にとって肥後熊本の印象が非常に強いと思う。しかしながらわしはな、この名古屋の出身なんじゃ。平成でいうところの名古屋駅の近くである。以後から来てもらったものはな、ああわしが生まれた地なんじゃなちゅうのを感じながら、ここから肥後へのゆかりちゅうのを非常に感じてほしいで、感じてほしいしないで。そうだ、他の皆の衆もな、あこの名古屋非常に風光明媚な地であるよちゅうのを感じたまま、名古屋見して前を受けてもろて、あ非常にええ地であったよちゅうのを全世界に発信してほしい。そういった次第にありまする。あるがいい加藤清正さん。そして我ら共にこの後はな、写真撮影もできるで、待ってやおるがよい。整い申してござる。うん、それではお主らこの後も良き日の終わりを存分に楽しんでいちゃう。また会おう。